付き合おうよ俺たち。私でよければ、right? え元気かな。さっき虎ノ門ヒルズステーションタワーにいたよね。久しぶりにこれから俺とお風呂どう？おいおいおい元カレじゃねえか。私は都内に住む28歳独身お羊座港区女子見習いの枠めでたーく慶応出身商社マン加賀という彼氏ができた婚活価値格の私ですが、はい、分かってます。なぜ私の隣に元彼の自称トップクリエイター町田が座っているのかって。ええ、そうです。うっかり元彼の誘いに乗っちまったわけだ。うっかり休校に乗っちまった時のように。何やってんだ自分、目を覚ませ。ついさっきまで彼氏の加賀と食事をしていたのに、今は元彼の町田とここ西麻布のおしゃれバーお風呂へ。いざいらっしゃせ。古代から決まっていることがある。それは元彼に会うのはやめておけ。エジプトの壁画にも書いてあるらしい。お前の脳は元彼の顔を TikTok のフィルターを鬼がけで美化しまくっている。いざ会ってみろ。噛み終わったガムみたいな味ない食事会になるぞ。でもね、まあ町田は元彼だけど別にそういう感じじゃないし、まあ、デートっていうより再会みたいな同窓会ですね。はい、これは浮気にならないと解釈しています。ええ、ダメですか。だからこれは浮気ではなく同窓会ですから。はがき来ました。さまざまなご意見ご指摘はコメ欄まで。2年ぶりぐらい、うん、僕がニューヨークに行ってから会ってなかった。うん、おしゃれなバーだね。昔からおしゃれで隠れ家的なお店よく知ってたよね。ここ7月にできたばかりでね。こちらバーテンダーのナオさんとリュウジさん。ナオさんとはニューヨークで仲良くなってね。いちいちニューヨーク出してくるところ変わってね。こいつのニューヨークはカタカナじゃなくて NY ニューヨークって漢字化してか、かゆい。助けて。自由の女神の頭のチクチクが喉に刺さってます。はいはいはい、ニューヨーク刺さってる。僕の名はひろゆき町田、41歳、和子の元彼でありトップクリエイター兼ホテルプロデューサー。かつてくすぶっていた自分はもう過去のもの。あんなのお茶犬が流行っていた時代に置いてきちゃったからね。今や独立し法人を立ち上げ奮闘中。さっきは偶然和子を見かけて、もうこれは運命だって感じたよ。俺の赤い糸はところてん並みの太さだな。しかしさすがは自称トップクリエイター。最新の流行をつかむその交友の広さ、常に新しい情報を握るスパイのようだ。このお店はフレンチレストランディシの隣に忍者でもわからないような完全隠し扉。その扉を開けるとフォトブースが出現し、さらに奥に入ると広がるおしゃれすぎるバー空間だ。忍者村かな。忍者が令和にいたら叶わんだろうね。やっと隠し扉見つけて侵入したと思ったらバーでついつい酔っちゃってやられるのさ。和子、禁酒法って知ってる？え、なんだっけそれ。禁酒法ってね、1920年代のアメリカで施行された法律で、その時代全てのお酒が禁止されてたんだ。でも人々は本屋やカフェの地下でこっそりバーを営業して。刺さってる。これが大人のバッファってやつだよね。40超えの男は知性が寛容だから。なんだ急に。博物館とかにある説明始まるボタン押しちゃったかな。あれ思いのほか声でかくてびっくりするよね。デカデカボイスミュージアム。やっぱりクリエイティブな魂はそんな制約では消えやしないよ。逆に燃えるよね。人々は秘密のバーを開いて、まるでステルスモードのように逆にお酒を楽しんだんだ。逆にね。これってインスピレーションの泉が枯渇することなく、逆にその地下で新しい表現が生まれたんだよね。禁酒法は法律の制約の中でいかにクリエイティビティを発揮するかの象徴なんだ。まるでデザインの世界で厳しいルールの中から新しい美を作り出すようにさ。だからこのバーもその時代のクリエイティブなエッセンスを再現してるんだ。ほら、入り口が撮影スタジオ風にセットアップされてたよね。カクテルもただの飲み物じゃなくて、一つ一つがアート作品みたいにね。トップクリエイターを名乗り出すとそんな長台詞も言えるようになるのか。アンパンマンのチーズなんてアンアンしか言えないのに、もうスタバで働いたら。すいません、ダークモカチップ話長めホイップ増量フリーズシャラップクリームに変更で。ねえ、この店お風呂本当にあるんだ。店の名前がお風呂だからね。食事終わってお風呂行こうよって言いたくなるよね。LINE で誘われた時は一緒に湯船に浸かるのかと焦った焦った。雰囲気ぶち壊すためにひよこのおもちゃを持ってくるところだった。これから港区で流行りそう。しかもここ来ればセンスいいってなっちゃう。日々の疲れをお風呂でオフローなんてね。はい、真面目な話の後にスッとギャグ出た。 This is top creator
何も考えなくても口からスッとユーモアがあふれる、トップクリエイターズクオリティ。ドライブスルーの店員もスルーするレベル。いやいや反応ないねお風呂と英語のオフがかかってるんだよ。わかっとるわい。でも本当素敵なお店だろう。喜んでる喜んでる。ここはオープンしたばかりで、和子みたいなトレンド好きの女性を連れてくるにはぴったりのバーだ。どれにしよう。カクテルの名前も全部素敵で迷っちゃう。何飲んでんの？ああお風呂、ハイボールお風呂に来たらだよ。一口もらってもいい？ん？おう。はい、これが港区女子リンから学んだ婚活テク。ヒギ、一口ちょうだい。飲み物は一口だけもらうけど、心は全部もらってく。それがこの技だ。おいおい、こんなことする子だっけ。純粋無垢だったのに港区に染まったのか。え、僕のことまだ好きだろこれ。絶対好きじゃん。間接キッスだよこれ。距離が近いんだけど、もうラブコールされてるようなもんだよね。どうでもいい相手には絶対に使わないけど、ま、元彼だから害ないし、試しがてら試食っと。おいしい。なんだこれ、こんなハイボール初めてだ。炭酸とともにパッションフルーツの爽やかさが口の中で弾ける。新時代のハイボールじゃねえか。って、変な顔、関節キスが刺さってる。急所打ち抜いちゃった。ひー、わざわざ回したわよ。見た、恐ろしい。恐怖の作動のようにグラスを回すな。私が口つけたところ探したよね。バカゼが引き返る波のカエルかだわ。ワコはこのハミング花歌はどうかな。ラムとグレープフルーツとトニックに花を飾ったカクテルでね、お風呂の花歌と花歌をかけたネーミングなんだ。ほらワコってお風呂でよくハミングしてたからさあ、違う感じ。あ、じゃあバスクリン、イチゴの香りはどう。ほらワコってブクブクする入浴剤よく入れてたじゃない。そんな泡風呂みたいなカクテルでね、ネグローニにイチゴとヨーグルトの甘さが最高ね。どうして男っていちいち俺お前のこと知ってるから感出してくるの。そんなに詳しいなら私のウィキペディアの運用任していいかな。君採用。私このドラゴンフルーツを使ったお風呂の前にしようかな。あれ、もうそこ行っちゃう。 Sex in the park、 ピクニック in the park とはわけが違うよねじゃあ僕はいざ酔いにしようかな。でもなんだろう、こいつ変だし暴走もするけど、やっぱり町田といるとなんか楽しいんだよな。予測できない感じが発情期になると暴れる実家の犬に似てるんだよね。なんだろうこの安心感、ドキドキドキマン。で、和子は最近どうなの。え、最近別に変わってないよ。彼氏いるの。うん、いないよ。キャー、自然に嘘ついちゃった。なんで町田に。もうこのお口、バカ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 。おやおや、これはどうしたことか。やっぱまだ俺に気持ちがあるよねどっちだ。慶応卒商社マン、慶応卒商社マン。ん、なんか言った。え、あ、いや何も。そう、私には最高の条件の加賀がいる。よそ見をするな和子。脇見運転は恋愛の世界でもご法度だ。そういうことするやつは地獄に落ちるんだ。やだよ、釜茹でにされたくない。町田さんは最近どうなの。やっぱり AI の進化かな。もうすごいよね。僕のクリエイティブが AI にリプレイスされてるんじゃないかってドキドキしてるでも AI との共存時代が来るから、どう食う。なんでこんなうさぐさいんだろ。ドリアンよりも臭いかも。普段何してるの。すごい謎なんだけど、 AI で求めてない答えが長々返ってきた時みたい。 AI 町田って呼ぼうかな。でも確か昔もそうだった。私もおしゃべりだから、一緒にいるのにお互いずっと違う話してたっけ。あー、変わってないよね。こちらがセックスインザパーク、お風呂の前です。グラスも可愛い。ここから飲むんですか。飲み口が象の鼻みたいにユニークだよね。ベースはウォッカとメロン、それに少し桃が加わってるんだよね。トム・クルーズが主演のカクテルって映画に出てくる Sex on the Beach をこの店独自にアレンジしたカクテルだから。もうバーテンダーのセリフまで全部言うやん。乗っ取り泥棒って呼ぼうかな。ほらバーテンダーさん言うことなくなって微笑み浮かべるしかなくなってる。気まずい、気まずうらしや。暴走 AI に対してなんて気遣い、優しいお店だな。ではトム・クルーズ様、いただきます。
うまうま。ドラゴンフルーツとマングスチンの独特の酸味と甘みが上品に混ざり合ったうまうまカクテル。飲み口が小さいけど飲みやすいからスイスイ口の中に流し込んじゃいます。なんだか私を積極的な気分に盛り上げてくれそう。わあ、お香の煙を閉じ込めた。せいです。ウイスキーに発酵のレモンシロップで甘味を加えてお香の香りをつけたジャパニーズオールドファッションのカクテルでね、飲み始めから終わりまで香りが途切れることなく持続するんだよ。それってもう僕たちの好き好き同士の感情みたいだよね。もう感情はなくなってしまったと思っていたのに、この煙と同じで実は心のどこかにずっと止まっていたかも。僕たちが勝手にグラスをかぶせていただけね。何、今のやり直そうっていう告白？冗談。もう喋りすぎててガチか冗談かもわからないんだけど、そういう作戦かな、判断力鈍らせるみたいな。いや間違いないね、これ美味しいよ。待て、めちゃめちゃこっち見てる。一口ちょうだいを待ってるのは迷惑です。どうしよう。いや間違いないね、これ美味しいよ。もう一回いた、チョイユーザピーナッツ。来るか来るか、また来るか。もう一度関節キッスしちゃうか。一口ちょうだい。ああ、またいいよ。やめろその顔。その顔でまたじゃねえよ。嬉しそうにちょうだい待ちしてたろうが。やっぱり来たね。これもありだよね。ありよりのアリーナ。もう今度は間接的じゃなくマジキッス求めてくるパターンじゃない？やっぱ和子は変わらないな。これまたうまうま。レモンのシロップって聞いてたから甘いのかなって思ったけど全然すっきり。これ発酵させてるから、発酵させたフルーツを使うなんて美容にも健康にもいいカクテル。おいしい。もうこのメニューの全部制覇したい。でもこの店営業時間が23時までだから。え、バーなのに？港区なのに？新時代って感じするだろ。まさに港区 3.0 時代。やっぱり飲食店もクリエイターだって常に新しい情報と感性を持ってイノベーティブなことをしていかないといけないからね。確かに11時までっていいかも。男性からこういうバーに誘われたら嬉しいかも。でもいるんだろ。え、付き合おうよ俺たち。あ、うん。どうしてきたの？どうしてって誘われたから。答えにくい。何がよ和子、まだ俺のこと好きだ。何この自信。自信ありすぎて鼻の穴がクマ住める洞窟ぐらい広がってる。なんで男って元カノがまだ自分のこと好きだって思うんだろう。流した後のトイレに思い馳せたりしないから。もう元カレは全員トイレ台で流し終わってます。ファーストシングルはさよならウォシュレット。でもまあ今回は私が悪いけどね、町田にのこのこついてきたのが悪いんだ。しかもこいつ憎めないんだよな。適当でゆとりもあるし、しかもこういう変な自信持っている男になびきがちなのよ女って。恋せよ乙女2024。やっぱり僕の溢れ出る才能を受け止められるのは和子だけなんだ。今度こそ一緒に行こう。え、ニューヨーク？いや、東北。東北？ニューヨークじゃねえのかよ。ハードルぐんと下がったわ。こういう時って海外じゃないの？ AI にビビって東北でガラス工芸でも始めるのかな。意外にガラスのハートだもんねあなた。でもダメなの、私には慶応卒商社マンがいるから。ね、お風呂の後は？お風呂の後どうする？キャー、どうする？私、次回和子の心揺らす加賀の衝撃告白の巻。東京グルメ図鑑港区婚活バトル編、チャンネル登録よろしく。